DJI から DJI Air 3S 発売されました。はい、どうもサラクールです。今日はですね、2024年の10月15日の午後11時に今収録してるんですけども、本日10月15日の午後10時に DJI から新たなドローン DJI Air 3S の方が発売されました。ということでですね、早速こちらのドローン、どういうドローンかちょっと見ていきたいと思います。はい、ということで今回は DJI からですね、 DJI Air 3S が出ました。旅の撮影に最適なデュアルカメラ搭載ドローンというところで、見つけに行こう、まだ見ぬ景色よということですね。今回は DJI Air 3S の改良版として出てきたというところになります。で、下の方にこちらの方ですね、メインとなるスペックが書かれてるんですけども、今回やはり一番大きなポイントはこちらになります。1インチ CMOS 搭載のメインカメラということで、今までの DJI Air 3の場合は 1.3 分の1インチ CMOS センサーだったんですけども、それより大きなセンサーサイズのものが乗ってきたということで、今回は1インチの CMOS 搭載ということになっております。これは今までですね、こちらの方ユーザーの方が強く希望してたこともありまして、まあ、DJI Air 3が出た時も、まあ、1.3 分の1インチ CMOS センサーでちょっと小さいということでいろいろと言われてたんですけども、今回は改良して1インチの CMOS センサーが搭載されたメインカメラというところになっております。その他にフリーパノラマ、シームレスかつ細部まで鮮明というところとか、あと高精度の次世代スマートリターントゥーホームに対応しております。またこちらの方もポイントなんですけども、夜景撮影時の全方向障害物検知、こちらの方が載ってきました。まあ、ここのところにですね、ちょうどビジョンセンサーの間のところにライダーセンサーというセンサーが乗ってきました。こちらは DJI のコンシューマー機種としては初めてのということになりまして、まあ、かなりですね、こちらの方もポイントが高いというところになっております。あと飛行時間の方はちょっと1分ほど短くなりましたが、まあ、ほぼ DJI Air 3S と同じで45分間の飛行時間、20キロの映像伝送というところになっています。ちなみに日本の場合は10キロの映像伝送ということで、応報というふうな映像伝送のものが使われております。あとこちらですね、今回もデュアルカメラということで 4K60fps の HDR 動画と14ストップのダイナミックレンジというところになっております。ということですね、まあ、やはり一番大きなポイントとしてはこちら、1インチの CMOS 搭載のメインカメラというところと、あとこちら、夜景撮影時の全方向障害物検知、こちらがですね、まあ、かなり大きなポイントになっているかなと思っております。もう少しですね、ここから細かく見ていきたいと思います。ではですね、細かいところ見ていきたいと思います。こちらなんですけども、 DJI Air 3S は1インチ CMOS 搭載のメインカメラと 1.3 分の1インチ CMOS 搭載の中望遠カメラによるデュアルカメラシステムを採用していますというところで、まあ、今回はですね、メインカメラの方が1インチ CMOS センサーになりましたというところになっております。こちらですね、1インチの CMOS 搭載広角カメラということで、 3.2 ミクロンの大型ピクセルサイズ、焦点距離 24mm、 50メガピクセル絞りは固定の F1.8 というところになっております。あと中望遠カメラの方は、これは DJI Air 3同じことになっておりまして、 1.3 分の1インチ CMOS センサー搭載になってまして、 2.4 ミクロンの大型ピクセルサイズ、焦点距離 70mm、 48メガピクセル絞りは固定の F2.8 というところになってます。今回メインカメラと中望遠カメラで絞り値がちょっと違うというところはですね、まあこれ絞りがちょっと違ってくるので、ここのですね、つける ND フィルターってところはちょっと変わってきてしまうのかなと思われます。下の方がメインカメラになってて広角カメラ、上の方が中望遠のカメラということでデュアルカメラになっております。やはりですね、ここに売りが書いてありまして、1インチの CMOS 搭載のメインカメラ、旅先への映像を息を呑むようなディテールで撮影というところになってまして、こちらの方、動画の方が 4K60fps の HDR と 4K120fps の動画撮影、こちらの方はスローモーションで撮ることができます。で、10ビットの D-Log M カラーモードにも対応しているというところになっております。こちらの方には例として 4K60fps の HDR 動画と
4K120fps の動画、スローモーションですね。あと 10bit の D6M と HLG の動画撮影というところがですね、こちらの方には例として載っております。あとは中望遠カメラということで印象的なポートレートを撮影というところになっております。まあ、こちらですね、1.3 分の1インチ CMOS センサーが載ったものになっておりまして、まあ、DJI Air 3とまあ同じかなと思っております。70mm レンズは光学3倍ズームで被写体を強調しながら、遠くからでもユニークなショットを撮影を可能にしますというところになっております。あと今回ですね、フリーパロナマと言いまして、DJI Air 3S のメインカメラと中望遠カメラの両方が対応したフリーパロナマモードでは、被写体や範囲を手動で選択でき、撮影した複数の画像を結合することで、シームレスなパロナマショットを作成することができるということみたいです。あと、DJI Air 3S の方は 2.7K の縦向き撮影、あとマスターショット、クイックショット、ハイパーラプスなど、まあいろいろとですね、そういうものもついているというものになっております。で、続いてですね、ここがまたポイントになりまして、安全な夜間飛行で創造性を拡大というところになっておりまして、やはり今回ですね、ここのところがですね、ポイントになってきます。全方向障害物検知システムの中に、まあ、DJI Air 3S は高度操縦支援システム、APAS に対応しています。さらに、ここですね、前方のライダーを搭載した DJI 初のドローンである DJI Air 3S は、下方赤外線 TOF 飛行時間センサーと6つのビジョンセンサー、前面、背面、下部に各2個を搭載し、夜間撮影時の全方向障害物検知に対応しています。というところで、このですね、夜間撮影時の全方向障害物検知、今回前方のライダーシステム、これが乗ったことによって、可能になったというところになっています。こちらのですね、ビジョンセンサーがついているこの真ん中のところに、ライダーセンサーというものが、まあ、DJI 初でついてきたものになっております。ここもですね、かなりポイントが高くて、今回ですね、これがあることによって、夜間撮影時でも全方向障害物検知に対応してきたというところになっています。まあ、これもかなり革命的なことだと思っております。で、次世代のスマートリターントゥーホームと言いまして、でこちらですね、GPS なしのリターントゥーホーム、あとですね、夜間のリターントゥーホーム、これはですね、前方のライダーシステム、これがつくことによって、まあ、できるようになったというような形になっております。まあ、GPS のですね、リターントゥーホームもですね、これはですね、リアルタイムビジョンポジショニングとですね、地図構築技術を搭載した DJI Air 3S でできるようになるということになっています。で、あと夜間のリターントゥーホームもできるということで、これはライダーですね。これでできるようになっているというところになっております。あと DJI Air 3S はやはりですね、ウェイポイントとかクルーズ制御もね、できるようなものになっております。で、飛行時間の方はちょっと1分短くなりました。最大45分というところになっております。ただまあ、ほとんどですね、変わらないかなと思っております。あとはですね、こちらの方も変わらないですね。10bit の応報映像伝送の方が、ね、できるようになっているということになっております。で、今回ですね、内蔵ストレージの方が少し大きくなりました。42GB ということでですね、DJI Air 3よりか大きな内蔵ストレージを持つことになっております。まあ、こちらの方でマイクロ SD カードを忘れた時もですね、まあ、内蔵ストレージである程度取ることができるというところになっております。ではですね、ここからちょっとね、比較になっております。ここのところに DJI Air 3S といって一番今回出てきたものと、それでですね、前のモデル DJI Air 3、あとですね、DJI Mavic 3 Pro、これが並んでおります。まあ、今回ちょっと後でですね、価格の方は見ていきますけども、若干値上がりしたというような感じになっております。で、重さの方は DJI Air 3が 4g ほど重くなったということで、まあ、ほぼ変わらないのかなと思っております。で、広角カメラが今回大きくなりまして、1インチ CMOS が乗ってきたというところになっております。で、今回ですね、前方のライダーがですね、搭載されたというところになっています。で、ちょっとですね、1分ほどこちらのですね、DJI Air 3が短くなってというところになっています。伝送に関してはですね、変わらないというところになっております。はい、ということでですね、まあ、こちらの方が、まずは、まあ、どういうものかというところのですね、説明になりまして、あともう少しですね、F&Q のところで詳しく書いてありましたので、そちらの方もですね、見ていきたいと思います。はい、ということで、こちらですね、FAQ の方になります。まず製品のところ、この改善点のところ、まあ、こちらの方はですね、今言った通りのことが書かれておりますけども、ちょっとですね、注意書きのところだけポイントなんですけども、この夜間撮影時の全方向障害物検知機能、先ほどライダーが乗ってできるようになったというふうになってますけども、こちらの方はですね、表面が識別可能なテクスチャーで1ルクスを超える照明条件の場合のみ有効ですと
いうことなんですけども、もう1ルクスってもうほぼめちゃめちゃ暗い状態ですね。それでも有効というところはかなりポイントが高いのかなと思っております。あと夜間のですね、リターントゥーホームもできるようなことが書いてありましたけども、こちら10ルクスということで、この10ルクスというのは、だいたいですね、日の出前とか日の入り後30分ぐらいの時間帯の明るさというふうに思ってくれればいいです。だいたいそこら辺がですね、10ルクスということなので、まあそのぐらいの明るさであれば、夜間のですね、リターントゥーホームも安全にすることができるということになっております。あとはちょっとね、カメラモジュールのところもですね、ちょっと見ていきたいと思うんですけども、DJI Air 3のカメラモジュールに比べて DJI Air 3S は以下の点で改善されているということで6点書かれております。一つはですね、今回1インチ CMOS センサーが乗りましたよということと、最大14ストップの動画ダイナミックレンズをですね、提供してますというところになってます。まあこちらの方は縦向き動画とかスローモーション動画にはね、対応してないということも合わせて書いております。あとさらに今回の DJI Air 3S の場合は 1080p の 240fps と 4K120fps のスローモーション動画の撮影にも対応してますというところになってます。あと3番目としては新しい被写体のフォーカス機能を採用したということで、素早くインテンションに被写体の方を認識することができて、継続的に正確にフォーカスを維持できるということなので、まあ、ここのところもですね、フォーカスが甘くならないというところがポイント高いんじゃないかなと思っております。あと広角カメラと中望遠カメラの新しいフリーパノラマ機能をですね、対応してますということになってます。あとは次世代のインテリジェントアルゴリズムを採用して画像品質を大幅に向上しているというところですね。これも実際撮ってみてどのぐらい変わってくるのかというところもですね、かなり気になるところです。あとですね、動画の ISO 感度の方の上限値も上がっているということで、通常のカラーモードではDJI Air 3の6400から今回は12800になっています。D-Log-M と HLG カラーモードでは1600から3200に上がっているということで、カメラモジュールの方もかなり改善されてきているというような感じになってきております。あとちょっとアクセサリーについてちょっと気になる点なんですけども、こちらですね。DJI 3のどのアクセサリーが DJI Air 3S でも使用できますかというところなんですけども、まあ、こちらの方はDJI Air 3の低ノイズプロペラ、あとはバッテリー充電ハブ、インテリジェントフライトバッテリー、これがですね、DJI Air 3のものも使えるというところになっています。まあ、DJI Air 3を持っている方もですね、DJI Air 3S を買った時も、この DJI Air 3のですね、アクセサリーのこちらの低ノイズプロペラと、バッテリー充電ハブとインテリジェントフライトバッテリーは使えるというところになっています。ここもですね、やはり使い回しができるというところでポイント高いんじゃないかなと思っております。はい、ところですね、ちょっと FAQ のところで気になるところもですね、挙げてみました。あと最後ですけども、価格の方を見ていきたいと思います。はい、ではですね、価格の方を見ていきたいと思います。こちらですね、DJI ストアの方になります。今回、ラインナップとしては3つありまして、まずはですね、単体ということで、15480円。あとは、こちらですね、ディスプレイの付いてない、プロポが付いたものですね。DJRC-N3 付属のものなんですけども、こちらのですね、フライマーコンボが188,100円。あとはこちらですね、こちらの方、ディスプレイが付いたプロポのものですね。DJRC-2 付きのものになるんですけども、こちらのフライマーコンボの方が209,000円ということで、このですね、3つのラインナップが今回ですね、あるというところになっております。でですね、オプションの比較の方をしていきたいと思うんですけども、こちらの方ですね、単体とフライマーコンボの違いのところを見ていきたいと思います。まあ、送信機のところはですね、こちらの DJRC-2 付属のものはですね、こちらのですね、DJRC-2 送信機がついてくるというのが違っております。あと、インテリジェントフライトバッテリーに関しましては、単体は1つなんですけども、フライマーコンボの場合は3つついてくるというところになります。で、あと、フライマーコンボではバッテリー充電ハブ。あと今回 DJI Air 3の時はついてこなかったんですけども、 DJI Air 3S の場合は ND フィルターセットとして ND8-32-128 こちらのですねフィルターセットがついてくるというところになっております。あとショルダーバッグの方がフライマーコンボにはついてきております。あとスペアプロペラの方はフライマーコンボの場合はですね3組ついてくるというところになっております。あとケーブル類のところはですねちょっとね違っているというところですね。それ以外は特に変わらないというところになっております。これがですね、今回の3つのラインナップの違いというところになっております。
さらに DJI3S のアクセサリー、まあ、こちらの方はですね、DJI Air 3S に関するところのアクセサリーだけちょっと見ていきたいと思うんですけども、まずインテリジェントフライドバッテリーに関しましては2350円になってます。で、ND フィルターセット。こちらの方ですね、フライマーコンボを買ってくればついてくるものになるんですけども、こちらですね、ND フィルターセットの方が12540円というところになっております。あと、広角レンズの方も発売されまして、こちらですね、9350円というところになっております。今回この3つがですね、まあ、新たに DJI Air 3S としてね、追加されてきたものになっております。はい、ということですね、価格の方は以上となるんですけども、まあ、今回少し値上がりしたような感じになっております。DJI Air 3の発売当初の価格なんですが、DJI Air 3単体で129,800円。DJI RC N2 付きのフライマーコンボが165,000円。DJI RC2 付きフライマーコンボは187,000円ということだったので、まあ、今回の DJI Air 3S の場合は、それにプラス2万円された価格というところになっています。ただし、今回ですね、ND フィルターの方がフライマーコンボの方、ついてきますので、そうなると、ま、実質8,000円ほど高くなったのかなと思っております。はい、ということですね、価格の方も以上となります。はい、ということでいかがでしょうか。2024年10月15日午後10時に DJI の方から DJI Air シリーズの最新ドローン DJI Air 3S の方が発売されました。こちらの方ですね、 DJI Air 3からいろいろとパワーアップしておりまして、まあ、特にメインカメラが1インチ CMOS センサーにセンサーサイズが大きくなったということと、 DJI のコンシューマー機としては初のライダーが乗ってきたということで、夜間の全方向の障害物検知の方もできるようになったということと、夜間のリターントゥー4の方もできるようになったというところがかなりポイントが高いところになっております。ということで、まあ、こちらのスペックを見る限りは、まあ、DJI Mavic 3、一番最初に当初に出たですね、DJI Mavic 3の置き換えにはなるかなと思っております。まあ、メインカメラの方が、まあ、マイクロフォーサーズではないんですけども、まあ、1インチ CMOS センサーではあるんですが、それでもですね、機動性とか伝送性能とかもアップしておりますので、まあ、こちらのですね、DJI Air 3S の方に買い替えてもね、いいかなと思っております。今後 DJI Mavic 4が出る可能性もあるんですけども、DJI Mavic 4の方はまあかなり高くなるというふうな今のところは予想されてますので、まあ、なかなかですね、そこら辺は手を出せないよという方は DJI Air 3S をね、買われてもね、いいかなと思っております。私の方もですね、この DJI Air 3S の方は購入しましたので、これから DJI Air 3S のレビューの方もしていきたいと思います。はい、ということですね、今回はまあ発売されましたので、スペックと価格の方、見てまいりました。この動画がよろしければ、高評価ボタン、あとチャンネル登録の方、ぜひともよろしくお願いします。またですね、随時最新情報もアップデートしてまいりますので、ベルマーク、通知ボタンの方、オンにしていただくとありがたいです。それでは次回の動画でお会いしたいと思います。以上、サークでした。さよなら。バイバイ。